ベルント・フライ・ヘア・フライターク・フォン・ローリング・ホーフェンは、ドイツの軍人。ドイツ国防軍少佐を経て、ドイツ連邦軍中将、ドイツ連邦軍総監代行。ロシア帝国支配下のエストニア・アレンスブルクで、ドイツ系貴族の家庭に生まれる。1年間経営にヒスベルク大学で法学を学んだ後、1937年に陸軍将尉に昇進した。 第二次世界大戦では1942年にスターリングラード攻防戦に従軍、最後の飛行機でスターリングラードから脱出した。ドイツ十字賞金賞を受賞。1944年7月20日にヒトラー暗殺未遂事件が発生した際、親族のベッセルフライタークフォン・ローリング・ホーフェンが実行犯の爆弾調達係をしていたため、過担の権威をかけられた。 しかし1944年7月から参謀本部少佐として参謀総長ハインツ・グレイリアンやハンス・クレープスの副官を務め総統地下号で行われる毎日の作戦会議の準備を担当していた。ベルリンが陥落する直前、アドルフ・ヒトラーから脱出の許可を得てゲルハルト・ボルト大員と共にハーフェル川を越えて西に逃れイギリス軍の捕虜となった。 捕虜となっている期間、イギリスの歴史家、ヒュートレバー・ローパーから、ヒトラーの最後の日々についての聞き取りを受けている。1948年に釈放された後は、ミュンヘンに住んで出版の仕事をしたが、1956年に、新生ドイツ連邦軍に加入。少々当時の1963年から翌年に、かけて、第19総合的弾兵旅団長。 1967年から1969年まで第5総甲師団長。1969年から1973年までドイツ連邦軍総監大公を務めた。1973年に中条を最後に退役した。ヒトラーに間近で接していた経験を持つことから、その体験談を尋ねられることが多かった。2004年の映画、 ヒトラー最後の12日間の交渉にも参画している。その体験談をまとめた書籍は2005年に最初フランスで出版され、ついでドイツ語や英語に翻訳されている。ミュンヘンで死去した。フライターク・フォン・ローリング・ホーフェン家の文章フライターク、フォン・ローリング・ホーフェン家は12世紀から続くベスト・ファー・レン貴族の家系である。二度結婚し、二番目の妻との間に息子、 アルントを設けた。アルントは2007年から2010年まで連邦情報局副長官を務めていた。戦車突撃賞。ありがとうございます。